何なのこれは。やるしかないのか。やめておけ。あれはアルマ将軍です。クロノスの中で強硬派として要注意リストの筆頭にあります。将軍自らお出ましとは。黒幕はあいつか。フィデル。リリア、どういうことだ。お姉ちゃん。リリア、お姉ちゃん。わからぬか。その実験体はリリアではない。何？その実験体はフェリア。お前たちが就寝していたものとは異なる個体だ。さあ、返してもらうぞ。それはクロノスの新しい時代の礎となるべきものだ。このような辺境の惑星でのいざこざに将軍自らお出ましか。それはお互い様だろう、ケニー艦長。ここまで重装備に囲まれてどうやっておチビちゃんを助けるって言うんだ。小僧、名前をフィデルと言ったな。王国は上がってきている。この実験体に少しでも情けを感じているならそうやってじっとしているがいい。フェリアを回収しろ。ミキー、制御装置を起動しろ。やはり鍵はその小僧か。素晴らしい。調整すればさらなる力も望めるはず。さあ運べ。フェリアは連れて行く。感謝しているぞフィデルよ。お前たちに同行させていたことで期待通り実験データが得られた。転送しろ。リリア。くそ。研究所が。ワープアウトしたようです。ついに宙域外に連れ出されたか。もうリリアを助ける手段はないんですか。まずは船が来ないことにはどうしようもない。その船はいつ手に入る。早くて1日、遅くても2日後には到着する予定だ。待つしかないんだ。お待ちを。これは連邦とクロノスの問題です。皆さんが関わる必要はありません。何を今さら。誤解しないでくれ。アンヌは君たちを案じて言っているんだ。もし一緒に出発したら。出発したら。たとえリリアの救出に成功しても、もしかするとここへは戻ってこれないかもしれない。帰ってこれないかもしれない。ついてくるならその覚悟をしてきてほしい。それでも行くというものはサンテロールに集まってくれ。分かった。了解。フィデル兄はもう決めてるんでしょ。ああ。私はずっと一緒だから。一度スタールに戻るのもいいかもしれないな。行き先は任せるよ。エマソンだ。艦長、我が艦はあと17時間でフェイクリード4号星の宙域に到着します。軌道に入ったらまた連絡を頼む。フィデルさんたち来ると思いますか。
あなたならどうする？もう会えなくなるかもしれなくても、全てを捨てて未知の場所に研究しに行くことはできる？行くでしょうね。現にこうしていないんだし。穴の底に魅力的な研究対象が落ちていたら、怪我のことなんか考えず飛び込んでしまうのが研究者の性だろう。だっけ？下手な言い訳。本音だったのかな。軍に所属する者として部下に対する責任、国を守り抜く責任を放棄するなど許されない。しかし、そのためにフィデルを、あの方のご子息を見捨てていいのだろうか。先生、あなたならどのような決断をするのでしょうか。フィデル兄はさ、私が来た時のことを覚えてる？ああ、あの病気のせいでうちのパパもママもフィデル兄のお母さんも村のいろんな人たちがいっぺんに死んじゃったでしょ。大変だったよな。みんなそれどころじゃなくってさ、嬉しかったな、あの時。僕がお兄ちゃんになってやる、だから泣くなって。やめろよ、恥ずかしいだろ。父さんはあんなだったから、僕にも支えが必要だったんだ。お前の世話をしてることでだいぶ救われた。そうなの？言わなきゃよかったな。お互い大きくなったね。そうだな。あのさ、うんとさ、そろそろさ、もうそろそろ兄弟は卒業でいいよね。そうだな。いつまでもこのままじゃいられないな。フィデルって呼んでいい？いいとも。じゃあフィデル、これからは私があなたを守ってあげる。それは僕の方から言わせてくれ。行こう。エマーソンさんたちが待ってる。うん、エマーソンさん。あ、もうフィオレさんもいる。遅い。すみません。ま、来るとは思ってたけど。やっぱり来てくれたか。最初のきっかけは私たちですから。リリアを、そしてフェリアも絶対助けましょう。
ビクトルさんはまだですか？まだ来ていません。そうですか。一番しがらみが多そうだから。フィオレさんだって。私が行くのは研究者のサガみたいだから。エマソンより、チャールズ・ディ・ゴール。チャールズ・ディ・ゴール。ドラクロは無事だったんだな。よかった。現代復帰しました。全員無事です。で、ご用件は？現在地点にいる5人を転送してくれ。もう一人そちらの地点に近づいているようですが、どうしますか？もう一人？あれ見て、ビクトル。遅くなってすまない。決心はついたのか？ああ、軍には離隊届を出してきた。冷静だ。ここにいる6人を転送してくれ。了解しました。すごいところだな。ビクトルさんは初めてでしたね。時間が惜しい。すぐにブリッジに向かおう。ブリッジ。お、大丈夫ですか、ビクトルさん。ああ、まさか部屋が動き出すとは。受印研究所の設備にも驚いたが、ここはそれ以上だな。これが代わりの船？そうだ。こいつは最新鋭の戦闘専用艦、チャールズ・ディ・ゴールの G 型。以前の船は探査戦闘艦、今回は戦闘専用艦。この新型艦ならクロノスの戦闘艦にも十分対抗できるはずです。違いがいまいちわかりませんけど、どっちもすごくて。報告を。すでに目標は超長距離センサーの領域にいます。長距離センサーの範囲の記録では、ワープ 14.3 でクロノス星系に向かって移動していました。ワープ 14.3 だって、何かの間違いじゃないのか？確かです。どういうこと？敵の方が我々より移動速度が速いということだ。新しいチャールズ・ディ・ゴールは連邦でも最新鋭の船で、巡航速度でワープ 11.2、 最高速度 12.9 を誇るんだが、敵はそれを上回る 14.3 で航行しているんだ。ん？なぜだ？たった 1.4 しか違わないだろう。ワープ速度が 1.4 違うと2倍以上の速度差があります。しかも常に最高速度が出せるわけではないので、巡航速度で言ったらもっと大きな差になります。敵が止まってくれない限り永遠に追いつけません。そんな。重力ワープを使うぞ。不可能です。重力ワープエンジンは実験用、24時間以上の連続運用テストすら行っていません。いきなり実戦投入だなんて自殺行為です。それは不可能の理由にはならない。困難だってだけさ。第五新宇宙基地にいるクルップ博士とコンタクトを取っておきました。手回しが良すぎるだろう。お久しぶりです、博士。よう、大佐。久しぶりだな。それにしても G を無理やり動かすとは、やはりお前もケニー一族の人間だな。すいません。どうしても必要だったもので。まあいい。どうせテストも必要だったしな。ところでお前がこのタイミングで連絡してくる理由は一つしかないと思うが、一応聞こう。何の用だ？重力ワープを使います。無理だ。連続運用できない上に、できたとしてもそれはワープ11以下だ。ご冗談を。通常ワープ以下ではありませんか？艦長、
重力ワープエンジンの稼働に必要なクリエーションエネルギーは暴走する危険が高すぎるため、現在は通常のワープエンジンのエネルギーを利用して稼働しています。そのため速度が出せないのです。さすがペトリシアニだな。簡潔で的確な説明だ。そもそもその船は最新型の通常ワープを備えているんだぞ。何が不服なんだ。クロノスの船が 14.3 で巡航しています。何？まさかクロノスの技術がそこまで進んでいるとは。非常に面白い。クロノスの技術は紋章科学を基盤としているようです。紋章科学か。物質の基礎的な性質に直接作用すると言われているからな。我々の紋章科学はまだ基礎研究レベルでしかない。その差か。もしかするとクロノスはクリエーションエネルギー、もしくはそれに近い異なるエネルギーを紋章科学で制御している可能性があるな。何を見ている？彼らの研究所に侵入した際に入手したデータベースを確認しています。しかし彼らの紋章科学にはフェイクリード4号星の受印術の影響が濃く、私の知識では理解できない部分が多いです。そのデータをもらおう。ただ今の話では私にもわからない部分が多いかもしれんな。可能なら現地の専門家のアドバイスが聞きたい。フィオーレさん、私の知ってることはこの前その機械に入力してある。それ以上の知識が欲しいなら別の人の方がいいと思うけど、警察なんてどう？いいかもしれません。博士、これから現地の専門家のもとへ向かいます。直接お話ししてみてください。わかった。いつでも通信はつながるようにしておこう。では、アンヌは彼女を連れてランドックの王立研究所へ。了解。二人が戻るまでしばらく待機だ。アンヌよりブリッジ、どうだった？すぐにでも結論が出そうです。そうか、よかった。すぐにブリッジに上がってくれ。了解。それにしてもあの二人気が合いすぎでしょ。クルップ博士につないでくれ。クルップ博士、どうですか？遅いぞ。解析はすでに完了した。もうですか？さすがです、博士。結論から言おう。作業として必要なのはソフトウェアの書き換えと重力ワープエンジンへ物理的に紋章を施すことだ。ワープエンジンに直接刻印？そんな方法が。そうだ。ソフトウェアはこちらから書き換える。だが問題は紋章だ。残念ながら私は紋章科学の専門家ではない。正直方法はよくわからん。クルップ博士、その必要な紋章を見せてくれる？これが必要な紋章式だ。同じものをそちらの端末に送っておいた。だいぶ複雑だけど多分いける。何？それは本当か？基本は順位と変わらないみたいだから。こんなに複雑で長いのは経験ないけど、やってみせる。エクセレント。名前は何て言ったかな？フィオーレ、フィオーレ・ブルネリ。覚えておく。では私はソフトウェア書き換えの準備をしよう。紋章式に関しては先ほど送った通りに刻印してくれ。わかった。ではエンジンを頼む。任せておいて。あのフィオーレさん、エンジンへの刻印の様子を見に行ってもいいですか？物に刻印をするってどんなのか見てみたくて。まあ順位を持つ者としては当然の興味ね。アンヌ、
問題ない？はい、構いません。やった！一緒に見に行こうよ、フィデル。私が順位を刻んだ時も外にいたし、見たことないでしょ？え、僕は。経験や知識は無駄にならないわ。断る理由はないと思うけど。そうだな、レディの誘いを断る理由はない。艦長。皆さん、案内します。デッキ3、エンジンルーム。これは紋章方程式のようです。複数の順位を組み合わせて一つの順位を作るのは最近の研究テーマだった。結構いろいろやってきたと思っていたけど、こんなに複雑なものは初めて見た。それだけクロノスの紋章技術は先を行っているということでしょう。その技術を使ってリリアとフェリアの紋章が。機関室です。目的の重力ワープエンジンコアはこの先です。ミキさんは危ないので、そちらでお待ちください。わかりました。これです。では私がこの端末で紋章式を見せていきますので、フィオーレさんはこれを刻印してください。何かわからないところ、見たいところがあればおっしゃってください。ありがとう。でも人様のものに刻印するってのはなかなか緊張する。さあ始めよう。ドックの順位技術か。今書いたので最後です。終わった。よかった。お疲れ様です、フィオーレさん。大丈夫ですか？さすがに疲れたわね。結果が楽しみ。ではブリッジへ戻りましょう。ソフトウェアは更新した。あとは運を天に任せるのみだ。大佐、これは本来なら何ヶ月もテストを重ねるものであることを理解してくれよ。失敗したらみんなには天国で謝ります。それは本当に最悪の場合だな。何か異常を感じたらすぐ停止する。わかりました。通常ワープエンジン停止。了解。通常ワープエンジン停止。まずはエンジンを起動できるか確認だ。重力ワープエンジン起動。了解。重力ワープエンジン起動。どうなるか。大丈夫ないか。
無事起動しました。ワープ1だ。どうだ、計器は全て正常、重力波も設計範囲内です。まずはワープ5まで試してみてくれ。ワープ5だ。了解。ワープ2、3、4、ワープ5です。ここまでは問題ないようだ。いよいよ本番だな。計算上はワープ15まで加速しても問題ないはず。慎重にことに当たってくれ。ではワープ15まで加速だ。了解。6、7、8、9、ワープ10まで来ました。加速を続けろ。11、12、13、14。異常なし。ここからだ、慎重に。 14.2 14.4 14.6 14.8。ワープ15です。異常ありません。成功したのか。ああ、そのように見えるが。すごいことなのよね。よし、成功したか。やりましたね、艦長。これがあの刻印の結果。すごい。おめでとう、ケニー大佐。連邦が持つ航宙艦の最高速度レコードを更新したな。素晴らしい。よし、博士、本当にありがとうございました。いや、今回はフィオーレ君の功績が大きい。君は優秀だな。全て終わったら我が研究所に来ないか。ありがとう、考えておく。こちらから見るとワープ15でも問題ないようだ。最高速は16あたりまで行けるかもしれないが、まだデータが不足しているから巡航はこのあたりにしておいた方がいい。ここまで速度が出れば十分です。連続運用のデータも引き続き送ってくれ。何か異常があればすぐ通常空間に戻るように注意深く監視しろよ。了解です、ありがとうございました。クルップより以上。よし、このままワープ15でクロノス艦を追うぞ。了解、コース設定します。この速度であれば追いつくのにそこまで時間はかからないはずだ。追いついたら即戦闘状態になる可能性が高い。みんな休めるうちに休んでおいてくれ。総員配置につけ、レッドアラートだ。フィデルたちも至急ブリッジへ来てくれ。繰り返す、レッドアラートだ。総員配置につけ。敵艦まであと16分。シールドをオムニ設定にしろ。フェーズキャノンを自動照準で設定。機関室には絶対に当てるなよ。了解、防御シールドをオムニ設定へ移行。フェーズキャノン自動照準へ。敵艦は何隻だ。近距離レーダーによると1隻です。まだ他艦隊とは合流できていない模様。付近に宇宙基地らしきものはありませんが、小惑星群があります。艦長、敵艦が減速しました。数分後コンタクトします。こちらも減速しろ。ただし敵艦の倍速だ。了解。敵艦がワープアウト、通常空間で旋回中です。緊急ワープアウトだ、通常空間へ出ろ。了解、現在ワープ10、9、8。敵艦から高エネルギー反応、現在距離 0.173 光年。すべ、有利なポジションを取られているぞ。2、1、通常空間出ました。機関1/2、コース140で回避。重力ワープエンジンの出力をシールドに回せ。機関1/2、コース140で回避。重力ワープエンジン出力、防御シールドへ転換。敵魚雷4門、距離3万キロ、2発は回避可能ですが
残り2発は回避できません。被弾します。大丈夫だ。最新型のシールドと重力ワープエンジンの出力なら耐えられる。総員対初期体制。防御シールド効率 78% まで低下。しかし急速に復元中。問題ありません。機関4分の3でコース90、マーク90から距離10万キロで陽子由来を4門発射しろ。了解。現在目標地点まで30秒。アスタゴ、すぐに敵艦の背後につくように機関全速だ。視界に入ったらフェイズキャノンを撃て。機関室は狙うなよ。了解了解。目標地点到達。陽子魚雷4門発射。敵艦回避行動。現在距離7万キロ。機関全速。敵艦の進行方向にフェイズキャノン正射。フェイズキャノン正射。フェイズキャノン敵艦にヒットしましたが全く効果ありません。敵のシールドもなかなかのものだな。陽子魚雷残り4門発射。陽子魚雷4門発射。先の4発全弾回避されました。あとの4発距離5000キロ。敵艦シールドに3発が接触しました。どうだ。敵艦シールド健在。速度も落ちていません。くそ、最新型でも互角レベルか。相当シールドがいいようですね。艦長、重力ワープエンジンが連続稼働可能になったのであれば、そのエネルギーを利用した量子魚雷も使用可能なはずです。この船にはテスト用に12発搭載されています。そうか。敵艦は今の攻撃で我々を舐めているはず。量子魚雷の中に量子魚雷を混ぜて撃てば命中する可能性は上がるはずです。確かに、さすがアンヌだ。すぐに量子魚雷、量子魚雷各4門想定しろ。機関室に当たらないよう設定しろ。了解。量子魚雷4門、量子魚雷4門装填準備。敵艦コースを変更中。回避ではなくこちらを攻撃するコースに修正しています。魚雷を連続で当ててこちらのシールドを破る気だ。こちらを舐めている証拠だな。量子魚雷2門発射。続けて量子魚雷2門発射。了解。量子魚雷2門発射。続けて量子魚雷2門発射します。艦長、敵艦も魚雷8門発射してきました。回避コースを取れ。了解。この大胆な行動、やはりこちらの魚雷を舐めているな。量子魚雷距離5000キロ。量子魚雷8000キロ。敵艦魚雷は距離2万で旋回中。敵艦回避行動はありません。陽子魚雷着弾します。敵艦シールド健在。敵艦回避行動はありません。続いて陽子魚雷着弾します。艦長、敵艦防御シールド効率 11% まで低下。機関停止を確認。よし、敵魚雷はこちらは8発全弾回避に成功。完全勝利だな。待ってください。敵艦動力を失って小惑星の引力圏に捉えられています。なんだって。まずい、墜落してしまったら敵艦の統治部署も。機関2分の1、敵艦の距離10キロにつけろ。10キロですか。敵艦は完全に動力を失い沈黙している。問題はない。了解。機関2分の1、現在距離1万キロ。機関減速します。アンヌ、距離10キロに着いたらトラクタービームで墜落を阻止しろ。了解。距離1500、100、10キロに着きました。トラクタービームで敵艦を捉えろ。トラクタービーム照射。敵艦の軌道が安定しました。敵指揮官と話したい。通信回線を開け。了解。敵艦反応しません。反応できないのか、無視しているのか。敵艦に直接乗り込み決着をつける。転送の準備を頼む。それと敵艦内の情報を調べておいてくれ。了解。よし、転送室へ向かうぞ。
ドラクロア、敵艦内の状況はどうだ？敵艦は通常動力も含んだ全動力を失っています。補助でギリギリ生命維持装置だけ生きているみたいです。急ぎましょう。